私の名前は木之島美羽根。学費のためにファミレスでバイトをしている。ある日、派手なシャツを着た男性が来店した。見た目からして怖い男性だと思ったのだが、とんでもないクレーマーだった。食事に手をつける前に、私を呼び出して言いがかりをつけたのだ。この日替わりランチ、髪の毛入ってるんですけど、食べ始める前に気づいたからよかったけど、間違って食べてたらどうしてくれんの？これは店の問題じゃないの？万が一、食べ物に異物混入した場合は作り直すというルールになっていたので、食器を下げようとした。すみません、作り直します。出た出た。作り直しますっていう、形だけの謝罪。作り直せばいいと思ってるんだろう。本当にすみません。ちゃんとしたものをお出ししますから。はぁ、髪の毛が入るような環境で作られたものなんて、本当は食べたくないんだけどな。なんか別の異物も入りそうだし。てか、この髪の毛、あんたのなんじゃない？気をつけていますが、そうだったらすみません。ああ、もういいから、さっさと作り直してくれる？はい。その代わり、もう二度と来ないから、こんな店。深々とお辞儀をしてから、食器を下げるしかなかった。だが、一つ気になることがあった。購入していたという髪の毛は、パーマをかけたかのようにうねっていた。この日は平日で、出勤していたのは、店長の奥さんと私のみ。二人ともストレートヘアだ。クレーマー男は天然なのかパーマなのか知らないが、ウェーブがかかった髪型をしていた。髪の毛を入れて自作自演しているのではないかと思った。このことを店長の奥さんである笹野さんに伝えたのだが、まあそういうお客さんもいるわね。でもこの髪の毛が本当にその人のものかなんて今ここで証明できないでしょ。だから作り直すしかないわね。言ったもん勝ちだなと思ったが、作り直した日替わりランチを運んだ。するとさらなる理不尽が待ち受けていた。何これ。あの、作り直したのですが。いや、そうじゃなくてね、なんでそのまま日替わりランチを出してくるのかって聞いてるの。店の不手際なんだからさ、商品のグレードを上げるのが当たり前だよね。なんと、作り直すだけではなく、もっといいものを持ってこいと言い出したのだ。例えばこれとかさ、黒毛和牛のステーキがこの店で一番高いみたいだけど、これにしてよ。でもそれは値段が違いすぎるので。いやいや、日替わりランチに髪の毛が入っていたのに、また日替わりランチを持ってくるって、この店おかしいんじゃないの？見たところあんた大学生でしょ。それなら社会を知らないのも仕方ないんだけどさ、こっちはステーキを持ってきたら許してやるって言ってるんだから、そうしてよ。でも。だいたい最初の注文から何分待たされてると思ってんだよ。その人は苛立ちをぶつけるかのように思い切りテーブルを叩いた。他の客の視線が集中するが、助けてくれる人などいなかった。どうしたらいいのかわからず、泣きそうになってしまった。本当だったら、こんな店、すぐ出てってやってもいいんだよ。それなのに多めに見てやってるのが、わからねえのか？社会勉強だと思って、さっさとステーキ持ってこい。お出しできるかどうか、聞いてまいりますので。さっさとしろ。こっちは健康を害されたんだよ。健康を。そのくらいのお詫びは当然だろうが。その時、騒ぎを聞きつけたのか、笹野さんが助けに来てくれた。すみません。作り直しではなく、別のものをご希望されるということですね。本当はそういうことはできないルールになっているのですが、今回だけ特別にこちらのステーキをお出ししますから。ああ。やっと話が通じる人が来たよ。これだから学生のアルバイトは嫌なんだよな。それじゃ、一緒にワインとスープとパンも出してもらえる？食後は
ショートケーキで。ご注文受けたまわりました。笹野さんは私を厨房に連れ帰って慰めてくれた。かなり理不尽だけど、今回は黒毛和牛のステーキを無料でお出しするしかないわね。木の島さん、大丈夫？怖かったら、あの人が帰るまで休んでていいよ。いえ、大丈夫です。理不尽だと思ったからこそ、ここで逃げ出したくなかった。だが、デザートのショートケーキを持って行った時、決定的な出来事が起きてしまったのだ。今回は、ステーキを無料にさせていただきますので、ステーキ以外の伝票、こちらに置いておきますね。え？え？おいおいおい、それっておかしくない？どう考えても、ステーキ以外も無料にするべきだよね。でも、パンなどのサイドメニューは、問題があった日替わりランチとは無関係なので。そんなの関係ねえんだよ。どうなってるんだよ、この店は。無知な学生アルバイトは知らないかもしれないが、こういうことがあったら全品無料にするのが常識なの。他の店ではそうしてくれるのに、どうしてここは金を取ろうとするんだよ。その言葉を聞いて確信した。この人は常習犯だ。きっと他の店でもクレームをつけて、ただで美味しいものを食べているのだろう。他のお店に合わせてステーキ以外の注文も無料にしろ。それはちょっと、ステーキ一つ取っても日替わりランチとは全然額が違いますし。成功。この店成功。どうせ儲かってねえんだろう。内装見ても金をかけてないのわかるもんな。どうせすぐ潰れるよ、こんな店。この時、私の中の恐怖が怒りに変わった。私はこの店が好きだ。一緒に働いている笹野さんも好きだ。笹野さんが営業しているこのお店を悪く言うなんて許せなかった。金は絶対払わねえから。料理に髪の毛入ってたんだからタダにしろ。怖いならパパ呼んで泣きつけよ。私の中で何かがプツンと切れる音がした。こいつ人生終了だな。わかりました、呼びます。私はそう言うと、ポケットの中にしまっておいたスマホを取り出した。いやいやいや、今のは物の例えだから、わかる？それすらもわからないって、今時の学生、どれだけやばいんだよ。でもあなたは、パパを呼んで泣きつけって言いましたよね。そうさせていただきますから。私は父に電話をかけた。父は仕事として、いろいろな場所に出かけることが多いのだが、この時は偶然にも近くに来ていたらしい。私が助けてほしいと言うと、すぐに行くと約束してくれたのだ。それでもそのクレーマーは余裕の笑みを崩さなかった。ああ、まさか本当にパパを呼んじゃうなんてな。こうなったらお前のパパを潰すしかないわ。言っておくけど、俺は仇の人間じゃないから、今更ビビっても遅いからね。私は彼が仇じゃないと知っても怯えたりしなかった。むしろ心の中でほくそ笑んでいた。その3分後、父がファミレスの自動ドアを通り抜けて現れ、私の姿を見つけるとまっすぐにこちらに向かって歩いてきた。お前がミオに不当な言いがかりをつけやがったのは。え？クレーマー男は父の姿を見て固まっていた。それもそのはず、父は木の島組を率いる組長だからだ。オールバックでこわもてといった外見を見れば、父が裏の世界を生き抜いているということは容易に想像できるだろう。この人もお父さんと同業の人らしいよ。そうだろうと思った。おい、どこの組に属しているんだ？ひ。彼はすっかり怯えて、ボックス席の後ろに下がってしまった。だが、今さら後悔しても、後の祭りだ。さっさと答えろ。話せなくなったのか？情けないな。仕方ないから俺から自己紹介してやるよ。俺は、
日野島組の組長、日野島義長だ。日野島組だと？お前もさっさと自己紹介しろ。言っておくが、俺は待つのが好きじゃない。名前は、つたもりです。組は？つたもりと名乗った男が所属している組の名前を言うと、それを聞いた父が笑い出した。それは本当か？面白いことになったな。お前は日野島組と因縁がある組に所属しているのか？因縁があると言っても、それは昔の話だ。今はそれぞれ干渉しないことになっているけどな。はい。俺は違う組であっても、なるべく平穏にやっていきたいと思っているんだ。そういうわけで、今は争うのを止めてやっている。そうだったのですね。だが、お前が喧嘩を売ろうって言うなら話は変わってくる。せっかく今は関係が落ち着いているのに、またお前の組といがみ合うことになるかもしれない。もしそうなったらお前はどうなるんだろうな。どうって？落ち着いていた関係を再び乱したんだから。ただでは済まないだろうな。まあ、お前をどうするかは向こうの組長が決めることだ。向こうの組長はかなり荒々しい性格をしていると聞く。せいぜい覚悟しておくんだな。俺はそんなつもりはありませんよ。日野島組との関係を乱すつもりなんて一切ありません。だからどうか見逃してくださいよ。今さらそんな虫のいいことを言われてもな。お前は自分がやったことを分かっているのか？さっき娘と電話で話したから大体の事情は分かっている。クレームつけて要求するなんて手口が典型的すぎるんだよ。それはお前は娘が働いている店に迷惑をかけ、娘にひどいことを言った。それは組長に喧嘩を売ってきたと受け取ってもいいか？このバイトの子が日野島組の組長の娘だなんて知らなかったんです。知っていたらああいうことはしませんでした。本当、日野島組と争う気なんてないんですよ。俺が関わっていると知っていたらやらなかった？じゃあ俺が関わっていないなら平気でひどいことをするんだな。それは俺の言葉を悪く受け取りすぎですよ。そういう意味で言ったんじゃないですって。つたもりは冷や汗をかきながらも自分を正当化しようとした。っていうか、髪の毛が混入していたのはマジだったんで、俺はそれを申告しただけっていうか、その相手がたまたま組長の娘さんだったんですよ。それがダメだって言うなら、裏の世界に生きている限り料理に何が混入していても申告しちゃいけないってこと？その時笹野さんがやってきた。他のお客さんに配慮して急遽店を閉めていたらしい。私たちだけが残された店内で、彼女は父に透明の袋を手渡していた。中に入っていたのは混入していたという髪の毛だった。これ念のために保管していたんです。え、笹野さんすごいですね。お詫びといえ、お代を無料にするわけだからね。夫に説明するためにと思って取っておいたの。証拠になるでしょ。な、おばさん、そんなことするのおかしいって。よく見ていただけますか、この髪の毛、私や三羽ちゃんのものではないと思うの。そうだな、どう見ても二人の髪じゃない。そもそも長さが全然違う。二人とももっと長いだろう。なあ、つたもり、おかしいと思わないか？この髪のうねり具合といい、長さといい、お前の髪としか思えないんだよ。はあ？何？今度は犯人探しが始まったわけ？俺の髪に見えるだけで、本当に俺のかどうかなんてわからないじゃん。そこまで疑うなら、DNA 検査でもしてみろよ。じゃあやってみるか。え？俺でもそこそこ顔は広いつもりだ。受け負ってくれそうな業者に心当たりがあるんだよ。DNA 検査をしてくれるように頼んでやる。それが一番いいかもね。この紙が従業員のものだったなら、犯人扱いされたつたもりの怒りもごもっともだ。その時はファミレス側が謝罪をするべきだろう。もちろん、
木の島組も無関係だ。だがこの紙がお前のものだったら、クレームをつけるためにわざと混入させたということだ。自作自演だった時はどうなるかわかるな。ま、待って待って。その時は娘に無礼なことをして木の島組に喧嘩を売ったとみなす。もちろんこのことをお前の組に伝える。そっちの組長はお前にどんな判断を下すんだろうな。父は不自然なほど穏やかに笑いながらスマホを取り出した。今から DNA 鑑定について問い合わせる。何？本当に異物混入していたなら焦ることはない。本当よね。何をそんなに焦っているの？とにかく本当に髪の毛が入っていたんだ。でも気が変わった。今回は許してやることにするよ。被害者である俺が許せばこの話は終わるだろう。お前が許すっていうのはおかしいだろう。言っておくが、俺がお前を許していない。許すとしたら DNA 鑑定の結果が出てお前が白だった時だ。それ以外はありえない。父はそう言うと蔦森の胸ぐらを掴んだ。娘にひどいことをされて黙っていられると思うか？ DNA 鑑定を拒むならすぐにでもそっちの組長のところに行く。おとなしく鑑定を受けるのとどっちがいい？わかったよ。正直に言えばいいんだろう。髪の毛を入れたのは俺です。自分で自分の髪を入れました。今月は金がなくて苦しかったんだよ。だから仕方ないだろう。お金がないのにファミレスに来たのか？金がないからこそこうするしかなかったんだよ。こうでもしないと飢えてどうしようもねえ。とにかく謝ればいいんだろう。すみませんでした。お父さん、その人は常習犯だと思う。他の店ではクレーム対応で無料で出すとか言ってたから。呆れて言葉も出なくなりそうだ。どうなんだ、他の店でもこういうことをしてるのか？よそではやってない。今日が初めてだ。その子が俺の発言を聞いて勘違いしてるんだよ。お前の発言は信用ならない。嘘だと分かったらただじゃおかないからな。本当ならここで吐いておいた方が楽だぞ。だが蔦森は証拠がないからバレないとでも思ったのだろう。嘘を突き通そうとしたのだ。嘘じゃない。これだけは本当なんです。今日お腹が空いて初めてやりました。信じてくださいよ。どうも信じられないな。だがこればかりは証拠がないか。父は信じていない様子だったが、証拠がないとどうしようもないと思ったのか、諦めて蔦森の胸ぐらを掴んだ手を離そうとした。だがその時笹野さんが口を開いた。私は知っていますよ。実は他の店でも同じようなことが起こっているって注意が回ってきていたんです。外見の特徴も聞いていたので、この人が店に来た時すぐに分かりました。はあ？そんなの別人だろう。おばさん、本当に俺を悪者にしたがるよね。聞いていた話と完全に一致しているんですよ。過度なクレームをつけたり、商品のグレードアップを要求したり。確かに俺はこの店でそういうことしたよ。でも他ではやってないから、他の店で起こっていることまで全部俺のせいにするとか、ちょっと度が過ぎてるって。そうね。もし違っているなら謝らないとね。それについてはマジで謝れよ。っていうか、これでお互い様じゃね。そこまで言うなら他の店の人に集まってもらいましょう。実際にクレームを受けた人にあなたの顔を見てもらうの。そうすれば他店の件もあなたなのかどうかわかるでしょ。私が間違っているなら誠心誠意謝罪しますよ。え、もう諦めろ。全部お前の仕業だってバレてるから。すみません。絶対にもうしません。許してください。今回やらかしたのはお前一人だ。お前の組が悪いわけじゃない。だからお前の組に何かしたりはしない。よかった。だがそっちの組に出向いてお前がしたことを組長に話す。あとはそっちの組長に判断を委ねよう。そんな。諦めておとなしくついてこい。
だがツタモリは急に立ち上がって走り出した。どうやら逃走しようとしたらしい。おい、逃げられると思うのが？悪いな、逃げちまえばこっちのもんなんだよ。ツタモリはものすごい勢いでファミレスの通路を通り抜け、自動ドアに向かっていった。お父さん、あいつが逃げちゃうよ、どうしよう。一応自動ドアの鍵はかけたのですが。俺が一人で来たと思うのか？え？うわぁ！ツタモリは出口にたどり着いたものの、途端に叫び声を上げた。自動ドアに近づくと、外に大勢の黒服が待機しているのが見えた。お父さん、みんなと来ていたんだね。観念しろ。え？嘘だろ？父はツタモリと一緒に仲間の前に歩み出た。お前ら、今からこいつの組に行くぞ。昔から因縁がある組だが、今の調和を乱したりはしない。安心しろ。こいつのしたことについてじっくり話し合うんだ。ツタモリは大勢に囲まれて、もう逃げ出すことはできなかった。理不尽クレーマーの末路を見て、自分が客側の立場になるときは、気をつけようと思ったものだ。後日、ファミレスに父が来てくれた。笹野さんはせっかくだからと、父にステーキを振る舞ってくれた。こんなことをしてもらって悪いな。いいえ、あの時のお礼です。本当にありがとうございました。あの後、大丈夫でしたか？ああ、俺は大丈夫だ。だが、ツタモリは組でひどい目にあったらしい。あそこの組長は荒々しいと有名でな、仲間にも容赦しないらしい。想像するだけでゾッとするね。だが向こうの組長からは意外と感謝されたよ。組員の勝手な行動を止めることができたってな。組同士の関係が良くなりそうだ。あら、それは良かったわね。だから俺を言うのは俺の方だ。笹野さんも三羽も勇敢に立ち向かってくれた。ありがとう。いえいえ、そんな。でも今回の一件で分かったんだけど、ミハネちゃんのお父さんってすごい人なのね。失礼な質問だったらごめんなさいね。でもどうしてアルバイトをしているの？お金に困っているわけじゃないでしょ？大学の学費を稼ぐためです。父は出してくれると言ってくれましたが、できる限り自分で払いたいんです。それにこのお店が好きだから、笹野さんのことも尊敬しているから、できれば卒業まで働かせてください。ありがとう。大助かりよ。初めてのアルバイトだし、このお店に思い入れがあるんです。だから、ツタモリがしたことが許せなかった。あのままツタモリだけが得して、笹野さんたちが損したかもしれないと思うと、それだけで許せない気持ちになるっていうか、だからお父さんもあの時来てくれてありがとう。本当にお礼を言われるようなことではないよ。ミハネちゃん、本当に立派なお父さんに恵まれたね。それを言うなら、ミハネはいいバイト先に恵まれたな。穏やかに笑い合う二人を見て、私の心まで温かくなる気がした。大学卒業までこの肝っ玉母さんのところで頑張りたいと思う。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。